った日から掴んでやるぞ写真の星を。ニコンバカ一台。ただの親父の背中じゃねえか。ダメだよこれ。ニコンバカ一台だ。おっす。バカ一台に入れてもらったぞ。おっす。安倍総支配でございます。どうも。いつもお世話になっております。安倍秀行総支配。たまに頭切れそうだよ。あ、大丈夫です。これでもなんと今日はニコルクラブのセミナーに、はい、の大阪に伺っておりまして、はい、安倍さんと2人でニコンバカ一台を連れてきたという、はい、コンテンツを、やらせていただく前に東京でやってお受けしたコンテンツを、ちょっとどうぞ、はい、今あ、由美さんがなんかちょっとかっこいいですね。今日もちょっと由美さんちょっと来てください、はいはい、そこでニコンバカ一台を連れてきたをやってるので乗ってた。お邪魔します。この前出ていただいた由美さん、ちょっと豊田由美さんです。ニコンの MC といえば由美さん。はい、どうもありがとうございます。ということで、はい、すいませんで連れてきたぞと、はい、由美さん大丈夫です、はいはい、あ、もういい。ありがとうございます。皆さん引き続き行けってこと。ニコンバカ一台、豊田由美もよろしくお願いします。お邪魔しました。最高の MC のプロデューサー。すみません、すみません、いきなり参加していただいて、はい、ですね、今日はですね、安倍さんにはですね、いつもお世話になりっぱなしでございまして、そんな大した方してましたよ。でですね、本当に嬉しいので、あ、その前にこう Z9 の話するんでしたっけ。今日僕は Z9 を30分ぐらい話をします。はい、Z9、 はい、僕 Z9 借りれなくて安倍さんずっと借りてたんですよ。いや、ずっとじゃないよ、夏の間だけで。ここ最近はなかったです。それがすごいじゃないですか。3ヶ月ぐらい借りその頃はだってまだ誰も知らないから、はい、別にみんなが貸して貸してって言わない時期だから、はい、だから借りられたんです。いいな、長いこと。今はみんなが貸して貸してって言って借りたい人がたくさんいるから借りれない、はい、そういう情報僕にリークしていただける。そう、ないです。絶対言わないですよね。さすがですよね。それをプルプル喋ってたらね、三十何年僕この仕事してるんだけど、はい、ニコンだけじゃなくて他のメーカーもそういったものもずっとやらせてもらってきたけど、一番のコツはね、喋、はい、らないってことなんですよ。僕喋っちゃうんですよね。ダメですね、うん、絶対に秘密は守るっていう。さすがは。ただね、これ面白いんだけど、まあ、僕はまあ何社かね、そういった作品とか借りるようなこう仕事をしてた時あって、はい、ある会社とある会社がお互いが探り合ってる2社だった時あって、はい、あ、それ で、うん、でお互いに相手のことが知りたいって言ってお互いに俺に聞くんだけど、俺は絶対喋んなかったわけ、はい、で、ある時そのある一つの会社の部長が、はい、安倍さん、じゃあもう何が出るかっての教えてくれなくていいと、はい、ただ俺がクビになるかどうかだけ教えてくれないって言うからクビにならない。要するに違うものを作ってたの、はい、それでクビにはならないって言ったら、またって言ったことはあります。はあ、
だからあれですね、新製品は阿部さんに聞けって感じです。でも喋ってくれないですよね。喋んない。いやこれはこれからすみません、前置きなんですけど、ですね、実はですね、そのまあ、ニコンばかりじゃないバッジがあるじゃないですか。はいはい、あれこういろんな方にお配りしてるんですが、僕が中古しかもらってないやつです。すみません、そう。あの中古しかお渡ししてないんですが、まあ、ニコンを、まあ、ニコンばかり時代は、まあ、ニコンを広めることをね、まあ仕事としまして、はい、そのニコンのを広めてくださってるこう素晴らしい方たち用のなんかこうバッジが作れないかなという、ニコンバカ一大バッジスペシャルみたいな、あ、そうです、でそれをですね作れないかなということで企画しまして、はい、でなんと限定なんと10枚少ない価値あるっちゃ価値あるけど、そうそうそう、たったの10枚なんですよ、行き渡らないって言えば行き渡らない、そうそう、で、そのたった1枚をですね、はい、こうナンバリングしながら、ナンバリングするその方にお渡ししていくっていう、昔のプロストみたいなね、はい、はいはい、なのでその記念すべき第1回目というか1人目を、はい、ぜひ阿部さんに受け取っていただきたいということでして、新品を、お渡しできるんですが、はい、というですね、え、今あるの？あ、はい、作ってきました。マジですか？で、まあニコンバカ1台なんで、はい、なんかこう黒帯黒帯バッチすっげえ。みんな見えるこれね、バッチがさ、差し込んでおきます。みんなすごいよこれ、バッチが色が変わったら黒帯だよ、はい、ニコンバカ1台黒帯バージョン、はい、すっげえ強そうこれこれ限定10個なんで、これ強そう、なかなか行き渡らない、その第1枚目を阿部さんに受け取っていただけたらと思いまして、ナンバリングはどこに入ってるの？あ、ナンバリングはすると金額が高くなっちゃうナンバリングはねえんじゃねえかいや、この YouTube でこう01回目、あ、そうか、あ、そういうことね、そうです、はい、じゃあこれがさ、ヤフーオークションでさ、大変だよちょっとこのセリフ読んでいただいていいですか、このはい、ニコン1台誓った日から掴んでやるぞ、写真の量を、あ、写真の量何、星をですね、星か潰れてて読めこれ読みにくいですね、すみません、写真の星を押す、押すことです、はい、杉山雅彦はちゃんと老人と文学者も入ってて、ね、優しいね、はいはい、写真の量に読めちゃうそんなんのかと思った違います、巨人巨人の星的なやつです、巨人の星的なものです、写真をたくさん撮るんだと思った連写して、お菓子腹出ちゃったいや、しかもこのね、大阪のニコンプラザで、はい、こんな収録を勝手にしてますけど、すごいのもらっちゃってありがとうございます。本当に阿部さんはいつも、ニコンを広めるご尽力をしていただいているので、第一人者でございます、はい、リハ始まりましたということで、ニコンバカ1台黒帯、まず第いただきました01回目の、阿部秀幸さんに、ニコンバカ一台黒帯認定ということで、はい、いただきました、いつもありがとうございます。これからもいきなりキヤノンに乗り換えないようにしてください。そんなことあるわけで、キヤノンから嫌がられるわあ、そうですね、ここまで行くとそう、もはやということで、ニコンバカ一台でございました。すみません、阿部さん、いつもありがとうございます。ありがとうございました。この、これを撮ってみましょう。じゃあ、あ、一緒にこの方でじゃーんって言って、これもうここまで行っちゃって見えるっちゃって終わりっていう絵にこだわって、じゃじゃーん。カメラマンは阿部さん。じゃじゃーん。スマホで撮る。いいね、りんちゃん。スマホで撮る。あ、これ舐めるぞ。瀬尾さんがサインをしてくれて、はい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 。くーっ
と何書くんでしたっけ、あ、ナンバリングか、星じゃねえよってナンバーと星じゃねえよって書いてある。あ、読めねえ、角度が悪い、お土産なめ、よし、お土産なめ、角度が、あ、この絵面白くねえ。だって私はだって皆さんに言ってちゃうドゥーチーオッケー、量じゃねえよ、量じゃねえよ、あのニコンを、うん、あの復旧活動にご尽力いただくとこれがもらえるように。どういう復旧活動、あ、もういろいろみんな復旧してるよ、ね、そうですよね、してますよね、みんなすげえ復旧してる、さすが保身とか行ったわ、りょうじゃねえよ、りょうじゃねえよ、ありがとうございます、よし、ということでじゃあ切ります、りょうじゃねえよっていう意味は、さっきからりょうじゃねえよって書いてそれだけ、どれどれ、ちょっと待って、ここに写真の星じゃねえよ、どういう写真の量じゃねえよ、あ、違う、写真の星って読んでほしかった、量って言うと、ほんと星なんだって、え、字を間違えちゃったの、間違えたんです、これ、ね、潰れて読めないですよ、確かに、あ、写真の星じゃねえよ、俺が写真の量って書いたら量じゃねえよ、よしさんが言った星だと、それで量じゃねえよって書いてもうわからない、そこまで説明しないとわからない、すごい細かくて、細かくてわからない、どうもすいません、猫ばかりで黒帯バッグもらいました、はい、ありがとうございます、わからない、ちょっとみんなで撮る、そうです、ちょっとこっちこっちから、こっちから、あ、さっき2個のやつ載せてよ、はい、ありがとうございます、え、表からやんの、そりゃそうだよ、でもしょうがないじゃん、やるかって